きょう午前2時半ごろ豊島区 JR 大塚駅前の路上で外国人同士がけんかをしていると110番通報がありました警視庁によりますとネパール人男性4人がラーメン店に入ろうとしたところ別の外国人10人ほどのグループとトラブルになり路上で乱闘になりました。ネパール国籍の男性が左腕を刃物で切られ、 別のネパール国籍の男性もビール瓶のようなもので頭を殴られましたがいずれも命に別状はないということです外国人グループは現場から立ち去っていて警視庁は傷害事件として捜査していますニュースディグ